交互に出るようにお願いします。隣にチームが来たら。まだ今いないですかチーム。お、いいね。こんくらい意識してほしいですね。次にしようか。はい、ちょっと待って。あの、隣のチーム来たら交互に出てくれるのは OK です。ビデオ撮ってもらうんです。 OK OK、 もう一回です。いい感じ、いい感じ。そうです、そうです。はい、風間チームいいよ。あ、まあだいぶ意識してるね。隣にチームいる。じゃあ交互に出てくれるのも OK よ。ビデオ撮ってるから。これね、ほら外コスの位置なんで、ほら一回こっから開きいた、ほら左から右のつなぎだね。そう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 、そこに持ってくればそこそこになる。ほら、おい、ちょっとできるようになってきたじゃん。あの、横にいるチームとホームに出てきてください。で、一腰をぐっと上に上げるような感じでいきましょう。こっちは OK。 ほら、こっち、こっちは OK。 こっち片車に流されてる。左だね。ビデオ撮ってますのでね。バラハスさん、ほら、外って外コスの位置が。はい、どうぞ順番に出てもらえれば結構です。はいね、今ビデオを撮ってるから続けて出ると撮れなくなっちゃうからね。ああ、ちょっと意識できるな。うん、だいぶいいわ。でね、そのおれ、あげるなよ。おい、飛ぶな。そう、今の前に出てこい。そう、 OK。 この辺いいね。一回腰が外向いちゃうんだよな、この後。あ、今のも OK。 もうちょいダイレクトに出てくる。なんだよお前。ガチゲー。目線をしっかり残すよ。こっちに内足方にしっかりと移動して、あの、交互に出てきてね、ビデオ撮ってるから。左股関節しっかり曲げるの意識のいい。お、今の底のターンがいい。よい、おお、入るようになったね。 OK、よし、頑張れ、頑張れ。入れろ、オッケー。ちょっとまだこの真ん中、変なんで。オッケー。なんで探しの方が上取ってるか。あー、傾いてる。だいぶ来ないでる。はい、オッケー。モデルのような姿勢でいきましょう。はい、どうぞ。ちょっと曲げ始めるのが遅い。ほら、ここから曲がってる。はい、皆さん OK、 どうぞ。いい感じですよ、さっきので。上半身かぶんないように注意です。ちょっとの外手外腰の位置が良くない。外手こ外腰をちゃんと内足の上ぐらいに持っていくぐらいの気持ちで、切り替えにね。いい、大げさにやってもらう。もう一丁ビデオ撮るから。はい、しっかり次の外手外腰を内足の上に持っていくぐらいの感じね。
ほら遅い。せーの、ここで来ないとな。ほら遅い。せーの、ここ。遅いんだな。ほら出てくるのが。一回外に手と腰が開いてから出てくるから。オッケー。うん、ちょっとできるなってくるの、黒川。よし。ほら、こうすると股関節入るし。オッケー。切り替えで次の外手外腰を次の内足の真上に持ってくるぐらいの感じで体の向きをしっかり次の方向に向けてきてください。やってみましょう。大げさにみかん岡田さん結構いいんじゃないでしょうか。さっきの感じでだいぶ意識してると思います。いいと思います。ここで持ってくる。せーの、ここ。せーの、ここ。ほら一回外に開いてから出てきちゃってるから、これだと。せーの、はい。せーの、はい。切り替える、絶対に上に伸び上がったりしない。いい、上に伸び上がらないで次の方向に向かって動いてくれば絶対に外手穴に上がらないはずだよ。外腰が上がって軽くなっちゃダメだぞ。いいよ。岡田さんちょっと乗れるなってきた。そうかね、左側足の後やっぱり一回横に開いてから出てきてるから、そうじゃなくてもうちょっとダイレクトに前に出てこないとだ。いい、でしっかり早く曲げ始めるぞ。そのいいね。上半身かぶらないように意識ね。ほら、外手が一回外に開いてから出てきてるから、ほらほらほら。はい、オッケー。いいよ、ビデオ撮ってるよ。もう一丁ユーマ。いや、今の良かったね。今の一本相当良かったと思います。スタンスだけ攻めた。どうか。はい、どうぞ。ちょっと左内側打ちだな、これだと。だから内足がちょっと立っちゃうんだ、これ。おお、さっきだいぶ。はい、いいよ。はい。起こしてこい。はい、シュー、まだ左の後外に開いてから出てきてるから、もっと早く右手を次の内足の上に持ってきてごらん。切り替えで持ってこないとダメだ。切り替えでいいよ。交互にね、またビデオ見て、ビデオ撮ってるから。はい、よろしくです。ありがとうございます。はい、ちょっと開いてる。こっちがほら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 。はい、みかん。セット外語1本目。はい、隣とまた交互に来てください。もう一度ビデオ撮ってます。開いてるからだよ、お前。前に出てきてないね。また隣と交互に来てくださいね。
あー、辛いそう。はい、どうぞ。隣と交互に来てくださいね。おー、なんだ。さっきのさ、こうして、下に上を包み込んでくる。骨盤が内に傾きすぎ、これは。開いてるな。はい、ちょっと待ってね。一箇所ボコンとなってるとこあるけど、やっぱ外に行かないようにね、しっかりインついてくるようにやってきてよ。はい、大丈夫よ。